ペルさんにとって成功とは何ですか？成功っていうのは翌朝何かがあった時、翌朝起きて、なんて言うんでしょう、昨日起きたこと、昨日出会った人、出した成果というものが何かこう次の仕事に、次の人出会いにつながることを目が覚めた時に実感できる時ですね。特にあの朝ごはんを食べる前ですね、僕は結構いろんなことを考えたり顔を洗ったりしながら、なんとなく前の日にこう半分こう魂がまだこう前の日に残っているような気がして、昨日やったことが何になるのか、何につながるのか、終わったのか、自分は自分のそのそこで未知を絶やしてしまうということもあるんですね。それは失敗だと思うんですね。それが何かが進化する、深くなっていく、あるいは広がっていくことをしたかどうかということを、僕の場合は特に目が覚めた時に感じる時に、あ、広がるんだ、深まるんだと思った時にやっぱり成功だと思うんですね。指標はお金がたくさん入ってきたとか、人が仲間が増えたとか、いいねが増えたとかっていうのはいろいろあると思うんだけど、そういうのはちょっと成功と違うんじゃないかなっていう気がしますね。持続していて、こう自分のいい方向に物事がこう深まっていくっていう気流のようなものを自分が作っているのかどうかということ、はい、続きはハイフライヤーズで